今大会最長 SS でトップタイム記録。三菱が技術支援するチーム三菱ラリーアートは、2022年11月21日に開幕したアジアクロスカントリーラリー、AXCR の2022年大会にトライトン、T1 使用改造クロスカントリー車両の三大体制で参戦している。 同チームは大会初日となる21日、タイ北東部ブリラムでスペシャルステージ SS と、走行した後にセレモニアルスタートを行い、22日からはタイ国内の本格的なステージに臨み、26日にカンボジア北西部のシェムリアップのゴールを目指す、119号車を狩るサクチャイハアントラクーン、タイハ 初日の SS1 の後に体調不良を訴え、新型コロナコロナウイルスの検査結果で陽性となり、今大会をリタイアすることとなった。他のスタッフは検査で陰性を確認しており、LEG1 からは引き続き感染防止対策を徹底の上、105号車のチャヤポンヨーター、対118号車のリファットサンガー、 インドネシアスの2台のトライトンで戦うことにアジアクロスカントリーラリーの2日目はブリラムを起点としてレグ1が行われたラフロードに開いた無数の穴と深い輪だちそしてタイトなコーナーが待ち受ける今大会最長の 200km を超える SS が用意されるレグ 1SS2 ハターマック舗装路 も長くあれば、クロスカントリーラリーらしいラフロードで、テクニカルなセクションとハイスピードのセクションが入り混じるなど、オールラウンドでの性能が試される場となった。チーム三菱ラリーアートのチャヤポン、タイプは、コースを見事にこなし、今大会最長の SS でトップタイムを記録。総合首位に浮上した。また、 リファットは粘りの走りで SS 総合8位につけた。